刀で刺されたときですね、自分の体の中に何か異物が入ってくると人の目って変わっちゃうんですよね。あと頭も狂っちゃうし、そういう経験をするとそこから変わっちゃいますね。その後はあんまり怖いなとかそういうものがなくなりましたね。韓国にずっとそのままいたら殺されたかもしれないね。それかヤクザの偉い親分になってるかもしれない。ヤンと申します。ヤン・スン・ウーです。一応職業はそうですね、写真家ですね。アンダーグラウンドの世界とかそういうのが大好きで、日本に来てからもう25年ぐらいずっとそのアンダーグラウンドの世界を撮ってますね。ご通行中の皆さん、客引きに注意してください。客引きの言葉は、うまいな、いいよ。8年前かな、9年前かな、そのテキヤを取りたくて初めてテキヤのバイトに行ったんだけど、そこの社長さんの事務所ですね。普段のテキヤさんがどういう生活してるのかとか、商売の準備するところとか、そういうのが好きでね、ずっと撮ってるんですよ。だから一緒にバイトしないと撮れないんだよね、写真が。でも最初カメラ出すまでも結構時間かかったよ。敵屋はね、最初は僕もヤクザと一緒だと思って撮り始めたんだけど、まあもちろんその数字はそういうふうにつながるかもしれないけど、一応やってることは自分たちで働いて物を売ってお金が入ってくるから、無理やりに人からお金を取るあれじゃないから。敵屋ってみんな、細かいのをこう例えばね、物を売って食べ物作って売って一生懸命働いて食っていこうとするものをね、なんか暴力だら扱いしちゃってね、殺し、うん、してないじゃん。そうそう、 楽に稼ごうと思ってないから、あんな苦労してお金稼いで食べていこうとするんだから。かといってな、敵屋も暴力団まがいのことをするからな、みんなな。まあ半分はしてるわな、入れ墨入れたりな、はい、うん、そういうのは一般から見ると敵屋もな、暴力団だろうっていうふうに見られるからな、うん、覚醒剤売ってるわけじゃないんだよ、露店で。これ1000円だから。匂いって写真で撮れないんじゃないですか。でも僕はその自分の写真でこの人はこういう匂いだなと、それを感じてもらったら一番嬉しいんですけどね。やっぱり綺麗な風景を撮る人たちとか、綺麗なものを撮ってる人たちはやっぱり心が綺麗じゃないと撮れないと思うんで、僕みたいに汚れた人はやっぱり自分と同じ匂いがしますね。その自分も韓国にいた時には結構やんちゃなことやってきたんで。そうですね、僕漢中で育ってたきたんですけど、広州とかはもう本当にどん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 遅れてる町だったんだけど、とにかくヤクザで有名な町ですよ。韓国のヤクザは大体金貸しとかクラブとかやったり、あとはカジノとか、あと不動産とか。薬物はあんまりしないですね、銃もないし。
喧嘩が強ければなんとかいけるっていう感じでしたね、昔は。今はそうでもないですけど。12の時から一人暮らしをして、部屋代はもちろん親が払ってくれたんだけど、よくあるパターンですよ。ずっと友達と一緒に住んできて、毎日やることないからほとんどが喧嘩ですね、毎日が。高校1年生の時に2年ぐらいの先輩を僕がすごもうボコボコにしたんだけど、あいつらの友達がみんな来て、お、じゃあやるならやるよっていう感じで、あいつらが刀を出したんだけど、このぐらいの2回、3回ぐらい刺されてるんですけど、で刺したやつをずーって追っかけて追っかけて、途中で倒れちゃったけど、あの 血を流しすぎて、で友達が病院に連れて行って塗ってもらって、お金ないからさ、トイレ行ったら、あのたまたま高い方の窓があって、でそこ窓登って逃げたんだけど、その時あの塗ったところが全部あの切れちゃって、それであのソウルの友達とかに、俺これから行くから、ソウルの友達はみんな今でも現役のヤクザやってるから、であいつらとちるんでずっと遊んでてって、毎日可愛い女の人とか遊べるし、ただのお酒飲めるし、金はどんどん入ってくるし、これは最高だなと思ったんだけど、途中でちょっとドライバーに行こうよと、それでソウルから車乗って高速乗ってバーッと飛ばしたら、3時間ぐらいで釜山まで行ったんですよね。だから韓国の一番北から南まで3時間で、もうこれ以上行ける道がないんですよね。もう海に囲まれて、でふと思った時、韓国って狭いなと思って、その海にぼーっと見てたら、あそこここまっすぐ行けば日本だよと思って、日本語の先生が歌舞伎町は危ないから行かないでって言って、でそういうこと言われるとまだ行きたくなるんじゃないですか。だからその日すぐみんなあの 5、6人ぐらいで歌舞伎町に来たんですよ、ね、そしたらね、天国でしたね。あの時はね、毎週金曜日の夜にあの東口から歌舞伎町にガーッと入ってくると、もう胸がドキドキして、いや今日はどういう人たちと出会うんだろうなと思って、すんごいワクワクして歌舞伎町に入ってきて、帰るのは日曜日の夜ですね。だから金曜日の夜と土曜日の夜はあの歌舞伎町でタンボール弾いて一緒に寝てたんですよね、この人たちと。来ないな、もう。もう20分も過ぎてる。本当はここ、今日あの歌舞伎町、この場所で30年以上ずっと飲んでるおじさんがいるんですよ、えっちゃんっていう人が。で、彼、今日ここで会うよ約束だったんだけどね、いなくなっちゃった。毎日飲んでるんだけど、死んでないのが不思議ぐらい。面白い人で。あれ、えっちゃんどこ行ったの？ああ、わかんない。今日6時約束だったよ。ああ。今日いないの？ローソン行って。ローソン行って。で、えっちゃんのあの、まあ、うん、お茶割りのロング缶買って、うんうん、で、まあ、そこにいるかなと思ったら、いなくて。あれ、あの、YouTube とか大丈夫ですか？ああ、全然大丈夫。ああ、じゃあ、ちょっと。誰かが金入って あの飲みに行ってんだと思うんですよ、店の中。うん、自分が3時半ぐらいに来た時には向こうで寝てたんですよ。
もうほとんどの人はもう20年超えてますから、ね、そうだよね、歌舞伎町の人は10年以内っていうのはもう大体はもうなんていうのかな、まあ売り合ってる女の子とか、はいはい、取っていいでしょ、はい、ピースいらないから宇宙に行ってくださいよ、まあ、行ってこいなったけど、あーいいですね、もう一回、もう一回、はい、オッケー、オッケー。覚醒だった頃に歌舞伎町好きで撮り始めた頃に5人組の役者さんたちがね、前からわーっと歩いてくるんですよ。かっこいいな、いやいや俺と同じ匂いするなと思って撮りたかったんだけど、ちょっと怖かったやっぱり。それで声をかけられなかった。で家に帰って眠れなかった。なんで声もかけられなかったんだろう、なんで撮れなかったんだろうとか思って。日本はね全然違うんだよね。その組っていうのがあって、その偉い人たちは行かないでしょ。だからホームレスみたいな人にあいつやれって言ったら、全然知らない人たちがさ後ろから来てプッと刺しちゃうんだよね。そういうのは怖いんだよ、ヤクザは。だからヤクザって有名じゃないの。次の週行ったらまだ同じ服装で同じ公認が来るんですよね。ここはもう一発で殴られてもいいからちょっと声だけかけてみようと。それで写真の勉強生なんですけど一枚撮らせてくださいと言ったらね、いやいいよと、かっこよく撮れというか言って、こうやってポーズまでつけてくれて、でそれは23年前かな。で撮って次の週を渡し暗室に入ってモノクロで焼いて渡したら、わあかっこいいね、お前うまいなと思って、今度じゃあうちの事務所に来てよと、いろんな人いっぱいいるから紹介するよと言って、でそこから今までずっと続いてるんですよ、その関係が。ナイフより拳銃は早いな。ナイフよりね、今そういう時代や、うん、昔と違うから刀を持ってきてやるのはないな。やっぱり若い頃はね、喧嘩早いし、喧嘩に勝つことじゃないと負けるわけにいかないから、まあ、そういう喧嘩いっぱいやってきたよね、うん、それでだんだん年取ってきたわけだから。 こちらの方は昔その世界では有名な組長だったんだけど、イケイケの。もう新宿も変わってさ、はい、ね、昔はもうほらハングリー精神が多かったからね。ハングリー精神、うん、だから食べるためにはまあね、うん、競争相手と喧嘩して勝って生きていくってやつだよな、はい、まあうちの若い人も人を殺したなんかしてるからさ。え、若い人は人を殺したんですか。不倫の前で拳銃で撃って殺したよ。やっぱりな、やっぱり若い勢いだろうけど。ハイボールおかわりお願いします。はい、わかりました。娘でね、娘で、はいはい、揉め事はしょっちゅうやるよ、やるけどね、結局は新宿に住んでる人との揉め事は話はつくの。結局顔見知りになっちゃって喧嘩してるわけだから、うん、それは我々があとは上同士で、そうそう、はいはい、そうそう、もう喧嘩はみんな下だよ。ああ下が、うん、ただぶつけやね、殴りやっこしたりなんかしてやってるうちにだんだんこう大きくなってくるわけだ、うん、最終的には上同士が話をして終わり。上は全部知り合いだから、だから話がつくわけ。まあ組織を守るために無駄な喧嘩をしないというのだでしょうね、うん、それはやんなきゃいけない喧嘩をやるけど、やらないものを大きくする必要はないからね。もう俺もね、年が来たから若いやつもそうやって話してたけどね、無駄な喧嘩をするなって、刑務所行って帰ってきて何が残るんだっていうことでね、はい、やっぱり大きな組織は一人の問題じゃないから。親父のために俺は命かけるとか、本当にそういう気持ちだったんですか。それはそう、みんなそうだよ。それができなかったら偉くなれないでしょ。それは子はね、子は親のために、はいはい、うん、子がこのためっていうのは命令がないと動かないよ、はいはい、ある意味かっこいいですね。まあだからやっぱ厳しいよ。厳しい、ね、
うん、この社会の人たちは感謝ですね。だからみんな世間ではヤクザはいらないよとか言うんだけど、俺25年ぐらいずっと付き合ってきたんだけど、俺一回も嫌なことされたことないの、ヤクザに。あのそういう人たちって単純で、その筋を通せば何も言わない。例えば写真撮って、今度こういう写真集出しますのでこれでいいですかって言ったら、いやいいよと怒らない。普通の人に対しては失礼なこと言っていいですか、この指切れた指どういう、こんなの見せたって、いつ切ったんですか、この指。いやこれ切ったんじゃなくて、若い奴は人を殺したからその責任を取ったんだ。俺は親だから。ああ親の立場で指を切った。それで話を終わった。ちょっとはいはいはい、それいいですね。はいよ、あ、OK。今歌舞伎町を撮ってるのはあのレジェンドアイというホストクラブですね。ホストクラブあんまり好きじゃなかったんだけど、時代がもうこういう流れだなと思って、あなた歌舞伎町ずっと撮ってるでしょと、でホストクラブの写真ありますかと言われた時に、ないですって言えないから、でちょうどその時にあの桐生さんとあの知り合ったから、綺麗な店ですね。ありがとうございます。もう歌舞伎町は、うん、あの男がお金を誓う街じゃないと、うん、もう女性がお金を誓う街、これからホストの時代だなと、うんうんうん、なんか言われて、うん、あそういえばあれちょっと桐生さんちょっと撮りたいなと思って、うんはい、初めてここで挨拶して、うんまあ、撮らせてくださいとお願いして撮るようになりましたね、うんうんうん、ありがとうございます。やっぱり結果を残さないと、うんうん、なかなかできないなと思ってたので、みんなに応援してもらって、うんうんまあ、月雲仙万という雲仙万、お客さんみんな現金払いですか。そうですね、うん、僕のお客さんはあの年齢層が高めのお客さんが多いので、はいはいはい、うん、そういう面ではね、うん、みんな現金で、あのホストクラブっぽくないというか、そうそうそう、うん、僕らの中でも違うジャンルだと思ってるので、いわゆる高級、うん、ホストクラブということですよね。そうですね、落ち着いた大人の社交場、はいはいはい、でもその BGM もね、うん、クラシック、はい、うん、でお客様の年齢層もかなり高め、うん、そうそうそう。ちょっとあの質問したいですけど、はいはい、このお店の中で一番高いお酒っていくらぐらいですか。ね、6,080万円。元値は、うん、それは言えないんですか。元値は言えないんですか。元値はね、いくらかな、これだいたい400万ぐらいじゃない。おそれで店で売るときは6,080万円。そう、80万円、6,080万円。ちょっと見せてもらっていいですか。どうぞ。え、これは実際にお客さんに入れてもらってるんですか。そうですね、これはあの僕は前のお店ではこれ入れてもらいましたね、はいはいはい、うん、すごい、これで6080万円。そう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 、家一軒ですね。ね、どういうお客さんですかね、こういうお酒を入れてもらう。ああ、この方は、うん、社長さんですね。うん、女社長。女社長、はい、うん、前あの車の中でちらっと話したんですけど、うんうん、ホストクラブって高いですねって言ったら、うんうんうん、あの社長が、うん、決して高くないですよ、うちらは一年中ケアしなきゃいけないんですよと、うんうんうん、それを聞いて若干、うん、納得したんですけどね。まあ確かにね、うん、本当に感謝の気持ちが、うんうん、大事なんでね。あの看板の下でありがとうございましたって言って、うん、挨拶するちゃんとこうやって頭下げてるシーン、うんうんうん、
かっこいいなあ、ね、そうそうそう、それはもう徹底してね、僕もやってるしね、従業員もね、お客さんの姿が見えなくなるまで、そうそうそう、あの頭を下げてるよね。韓国のトブロックって分かります？あの白いお酒、家で作ったやつ、あれでみんなで飲んでたら、急にさ、その真っ白いお酒の上に血が落ちてくるんですよ、ね、え、これどうしたのって隣見たら、友達がその相手の人をの首にナイフで刺して、その動脈が切れて天井に当たって、それが落ちてくるんですよね。ああいう状況だった。で、あいつを刑務所に行って、二十歳になる前だったから、8年ぐらいで出てきたんですよ、社会に。刑務所に行った時にはね、一応殺人だから結構偉そうにやってたんだけど、社会に出たら、組織の世界ではね、先輩たちがいて、でその人間関係がおかしくなって、その先輩たちが俺の友達をなんか後輩たちになんかいろいろリンチとかやって、あいつが、いや、ヤクザは一回恥かかせると終わりだよって言ってね、首つって死んじゃったんですよね。でそれを知ったのは、日本にちょうど大学生だったので、夏休みに帰ったら、その昔の友達と会ってね、あの普通に飲んでるんですよ、みんな。彼があれだけ仲良かった彼が死んだのに、たったの3ヶ月でみんな忘れちゃうんですよね、彼の存在を。それでこいつら、俺が死んでも3ヶ月ぐらい経つと俺のことを忘れて、こんなワイワイして飲んでるんだなと思って、そこからあの自分の周りの人たちを撮り始めて、あのカメラにフィルムセットしておいて、テーブルに置いて、これからあの誰が撮ってもいいから、あの周り撮っていいよと、最初自分が何かとか撮って、で置いたらどん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 飲むんじゃないですか。それ酔っ払って誰が撮ったかもわからない。でそういうのを日本に帰ってきて献上して暗室に焼いたら、そこから始まるんです。それがあの青春吉日、英語のタイトルでは The Best Day という写真集の始まりですね。今は俺が本当に写真やってる写真家だなとやっと認めてくれましたね。その前まではどうせお前さ、日本にいてヤクザやってるでしょって言ってたんだけど、誰も信じてくれなかった。もう昔から本当に一緒にオナニーしたり、一緒に喧嘩して一緒に殴ったり一緒に逃げたり、彼らも実際にあのザ・ベスト・デイっていう写真集として出るとは思わなかったみたいで、実際出てったらそれを見てみんな嬉しかったんですよね。ああこれ俺だとか、お前俺の顔出してよと。とあの先輩は今でも韓国でナンバーワンぐらいのクラスのヤクザがいるんですよ。であの先輩が刑務所で新聞見て、おこいつが新聞に出てるって言って、刑務所からすぐ電話がありましたね。で今でも昔の写真、自分の中であのちょっと時間があるときはスライドショーにして、スライドショーを見ながら泣くんですよね。その昔の友達とか考えると、もう亡くなった人もいるし、でいつ誰が行っても、何十年経って行っても、その写真集を見ればその時の友達がそのまま写ってるから、これでこいつらのために俺はいい仕事したと思いますね。やっぱりじゃあベストデイですね、あいつらいいやつですよ。